2Kニュースです。新潟医療福祉大学は今月17日女子サッカー部から B リーグとなでしこリーグに内定した選手の合同記者会見を開催しました。会見に臨んだのはアルビレックス新潟レディースへの加入が内定している白井姫野選手をはじめ同大学女子サッカー部の選手6人と前田信弘監督です。高山菜々香選手、篠原沙耶選手、和田涼香選手は伊賀 FC 久の市三重、大久保つくし選手は日発横浜 FC シーガルズ、村上直選手はつくば FC レディースへの加入がそれぞれ内定しています。各選手は会見で自身のプレーの長所を交えた自己紹介や大学のサッカーで学んだこと、これからの目標などを語りました。アルビレックス新潟レディースへ加入する白井選手は新潟県出身の22歳、ポジションはミッドフィルダーで力強いキックと持ち前の運動量が持ち味。自身でもスピードと左右両足のクロス、そして強いシュートが強みであると語ります。新潟医療福祉大学の女子サッカー部に所属しながら、これまでにもすでにアルビレックス新潟レディースの公式試合に出場可能な特別指定選手として認定されていました。女子サッカー部ではいろんなポジションを経験させてもらって、一番はボランチをやらせてもらって、そこで自分の苦手だった周りを見るっていうところは一番大学に来て成長できたかなと思ってます。来季は試合に絡むことが第一、また個人としてはゴールでチームに貢献できたらと考えていると話しました。そして今後のキャリアについて、サッカー選手である以上なでしこジャパンを狙いたいと意気込んでいました。またなでしこリーグへ進む選手も、今一番足りないものは試合経験、シーズンを通して安定して出場できる選手になりたい、なでしこリーグで安定した選手となり、そこから WE リーグ、なでしこジャパンと上に上がっていけるよう選ばれる選手を目指したいと、それぞれ決意を語りました。2Kニュースでした。